今週のサーズデープレミアリーグフリークスは週末の注目カードマージーサイドダービーを大特集。そしてフリークスインサイトではリバプール注目の若手選手をピックアップ。これを見ればレッズの未来が見えてきます。ベさん、プレビューですけれども、週末の第6節エバートン対リバプールのマージーサイドダービーを取り上げたいというふうに今回は思っております。はい、はい。この対戦は、まあ、家族の中でサポーターがねちょっと赤と青と分かれていたり、うん、で隣並んでみたりとかということで、はい、フレンドリーダービーというふうに言われますが、中身はだいぶ変わりましたねプレミアリーグになってからだいぶ変わったんで、はい、プレミアリーグの対戦の中で一番多くのレッドカードが実は出ている対戦カードになっているのがこのマジサイドダービーですから、まあ、確かにフレンドリーダービーというふうに昔から言われてましたね。で、本当に、まあ、スタンリーパークという公園があって、はい、こっち側にエバートン、こっち側にリバプールという両会場がいるんで、アンフィールドが位置する地区ってもうエバートンの地区なんで、はい、まあ、地名ですからもともと例えば南リバプールの南部だったらリバプール、リバプールの北部だったらエバートンとかそういうものになってレンジャーセルティックのように宗教的な理由でエバートンリバプール選ぶかというのもなくて、アルゼンチンのリベルとかボカとかで、ちょっと豊かな層とかだったらこっち、はい、でそうではないお金がない層だったらこっちとか、はい、そういうのもなくて、はい、もう自由なんですね、はい、もちろんプレミアリーグが始まってから力関係もちょっと変わったんですね、はい、80年代エバートンもビッグファイブの一つとして、リーグ優勝を2回していて、はい、FA カップ決勝戦もリバプールと2回戦ったんで力関係って、まあ、リバプールの方が歴史的にビッグクラブではあるかもしれないんだけど、どちらも優勝候補だった、はい、プレミアリーグが始まってからエバートンが95年の FA カップ優勝して以来何のタイトルも取ってない一方、うん、リバプールが今、まあ、世界一か 2ぐらいの強い名門、はい、ビッグクラブなんで、どうしても上と下というパワーバランスが続いていますね、はい、まあ、そのパワーバランスがあるからこそ、うん、エバートンがダービーだけは勝ちたいというより一層強い気持ちになって、はい、フレンドリーでいられなくなるかもしれませんねまた今シーズンのこのチーム事情も、まあちょっとリバプールがスタート一旦ねつまずきましたけども、はい、まあ、大勝して、はい、ちょっと、昨シーズン残留争いのエバートンも今シーズンもちょっと大丈夫かみたいなところもありますからね、はい、うん、まあ、エバートンいろいろと私は心配で、もしアントニー・ゴードンが、まあ、この試合の前に移籍、市場がもう閉まってしまうので、はい、ゴードンがどうなっているか、うん、他はどうなっているか、リバプール中盤取っているのか、はい、状況がこの1週間の間に結構変わるかと思いますけども、まあ、とにかく状況の状況でエバートンが2年連続の残留争いをどうしても避けたい、うん、でもリバプールからすると確かに週末に 9-0 でボーンマスに圧勝したとはいえ、はい、勝ち点はもうすでにちょっと落とし過ぎている、もう最近の直近のマンチェスターシティ・リバプールの優勝争いの常識では90、95、100ポイントが必要だって考えると、開幕から3試合で勝てなかったのはもう許せないから、これから連勝していくしかないという状況にリバプールはいる、はい、どちらにとってもこれからのことを考えてどうしても勝ち点3が欲しいゲームになりますね。どうですか、そういうゲームですけれども、どういったところがポイント勝負の分かれ目みたいになっていきそうですか。エバートンももしかして、まあ、ミッドウィークかこの試合かモッペデビューになるかもしれません、はい、それでどこまで、効果が出るかというところもありますね。あと怪我人の状況、今リバプールと対戦するなら今がチャンスかもしれない、みんなが戻ってくる前にエバートンからするとチャンス、結構エバートンが、まあ、ここ数年でリバプール相手にするとより一層激しくなること結構あるんですけども、激しくなりすぎず激しくいってくれればいいと思うんですけども、はい、そこでちょっとランパード監督がどうするかちょっと気になります。モペがハマればもうちょっと攻撃力が上がって、クリエイティブなところでマクニール、グレイ、そして残ればゴードも使って点を取る選手は違う選手にいる、あれもちょっと攻めに行く、うん、まあ、マンチェスター・ユナイテッドがリバプールに勝った試合を、ちょっと参考にして裏のスペースを狙うか、うん、はい、ちょっとそこも気になりますね。ランパードは、ね、どうしてくるかというところですけれども、はい、まあね、まあ、
いずれにせよ、まあ、熱いダービーになると思うんですけど、うん、どうなんですか、まあね、歴史深いこのマージーサイドダービーですけど、ベンさんの思い出なんかありますか？ダービー男というと、まあ、イアン・ラッシュが、まあ、合計で20ゴールを決めて、はい、1回確か、アウェーで 5-0 で、まあ、0-5 でリバプールが勝った試合があって、うん、はい、ラッシュが5ゴールか4ゴール決めた試合もあったんですけども、はい、で、あと私が中継を担当していた、解説を担当していたダービーでオリギーが最後に決めた試合であったんじゃないですか、はいはい、高いボールがあってピックフォードがそのコースを読み違えてバーに当たってオリギーが跳ね返ったボールを流し込んで96分にリバプールが勝ったダービーがあったんですけども、まあ、オリギーの伝説がそれで始まった気がしますね。なかなか、連続して活躍する時期なかなかリバプールになかったんですけども、はい、ビッグマッチでいざっていう時にオリギーが決めるという伝説がそこで始まったというのも印象に残りましたね、はい、それがまた、うん、あのバルセロナ戦へとつながっていたわけですね。そういうなんていうんですかね、やっぱりどうしてもダービーだからこそ残るじゃないですか、記憶にも、はい、だからここで活躍できるかどうか、特にまたね入ってきたばっかりでダービー、例えば、うん、モペイがいきなり活躍したらファンの心をゲットできますし、そういう意味でも大きなゲームでありますよね。いや本当そう、もしモペイがエバトンのユニフォームを初めて着て、うん、リバプール相手に決めて、うん、エバトンが勝ったりすると、はい、うん、もういきなり愛される、はい、ほぼはレジェンド扱いになると思うので、はい、そんな試合が、そんな熱い試合がシーズンの比較的に早い時期に回ってきて、うん、はい、まあ、それもプレミアリーグの、奥深さを物語ることでもあると思うんですけども、はい、楽しみですね今週末。そうですね、はい、この楽しみなエバートン対リバプールのマージーサイドダービー、グディソンパークでのゲームですが、9月3日土曜日20時30分、非常に見やすい時間でございます。だいたいそうですよね、土曜日の早い時間ですよ、お酒があまり入らない状況であるということですね、はいはい、どちらかというとみんなちょっとまだ金曜日からの二日酔いが、はい、治ってない時間ですねだからサポーターがそんなにね、熱くなりすぎないような、はい、考え方ですね。その辺の配慮もあるようですが日本では見やすい時間ですので、はい、見やすい、ぜひ楽しみましょう、はい、開幕から負けなしのトッテナムは昇格から健闘を見せているフラムとのロンドンダービー、チェルシーもウエストハムとのロンドンダービーで今シーズン初の連勝を狙います。そして唯一4連勝のアーセナルはオールドトラッフォードに乗り込んでのユナイテッド戦、序盤戦の大きなポイントとなりそうです。さて、今回ですね、ペンネーム蜂といえばジェラードさんからこんなお便りをいただいております、うん、はい、本編の方ではまたね別のお便りまた紹介していますけれども、こちら、今シーズンの私の見どころはリバプールのエリオットです。おー、いい選手ですね、はい、はい、背番号を変更し新たに長期契約を結んだエリオットの活躍を期待しています、うん、昨シーズンは調子が上がってきたところで大怪我により長期離脱を余儀なくされましたが、今シーズンこそはダイナミックに中盤で躍動するエリオットが見られるはず、 SNS から溢れる彼のリバプール愛にも注目です、ということでございます。昨シーズンはちょっとねいきなり活躍して大怪我だったので、うん、ちょっと残念なシーズンでありましたけれども、今非常に使われてますね。そうですね、昨シーズンは非常にプレシーズンから非常に良くて、インサイドハーフの選択肢が非常に多い中でも、うん、先発レギュラー、はい、掴んだかと思ったら大怪我 してしまったんで、うん、もう後半戦戻ってきたんだけど、おそらく万全ではなかったので出番が少なかったんですけども、プレミアリーグ初ゴールをボンマス戦で決めて、はい、もう生き生きした活躍を見せたんで、またなんかもう本調子を取り戻しているようで嬉しいですね。そうですね、まあ、中盤の選択肢でもありますけども前線でもプレーできますし、うん、はい、うん、私も楽しみです ね、 ですね、またね、うん、怪我人が戻ってきたところの中でのまたポジション争いっていうのも楽しみなんですけれども、はい、うん、ベンさんはリバプールねプレシーズンからずっとしっかりとご覧になってると思うんですけども、はい、どうですか今シーズンここまでの若手といいましょうか。はい、昨シーズンのプレシーズンの方がゆっくり過ごせたので、いろんな若手になんかもうトップチームの選手と混ぜて出場機会与えて、今後の期待につながるようなプレシーズンを過ごしたんですけど、今シーズンのプレシーズン自体が結構短かったんで、同じ試合で全11人交代することが2回あるとかそういうのもあったりしてたので、ちょっと
チームが同じ試合の中でも変わりすぎて参考にならない部分もあったのですけども、一番印象を残したのは間違いなくスタファン・バイチェティッチですね、はい、もうスペイン出身ですけども、お父さんがセルビア代表の選手で、はい、セルタでプレーしてたので、はい、スペイン生まれになったんですけども、彼が特に、ライプツィヒとの親善試合でですね、もう0対5でリバプールがアウェーで大勝した試合ですけども、途中からの出場だったと思うんですけども、ファビーニョのポジションでプレーしていた、はい、だけどタイミングよく相手の状況、相手のパス回しを読んで飛び出してプレッシャーをかけてボールを奪ったのがゴールの起点にもなったので、はい、そのアグレッシブさだけじゃなくてその読みがすごく気になったんですね。やはり中盤のアンカーのポジション、ファビーニョが基本的にプレイするポジション、はい、でプレイするためには読みが必要なんで、バランスを取る必要もあるので、はい、前に出すぎたら、うん、まあ、時々ヘンダーソンその起用だったら前に出すぎて、それで中盤がフラットになって裏取られちゃうんですけども、その基本的にバランスを取っていたんですけども、そういったプレー状況の判断が非常に良くて抜群なタイミングがそれできたのが、多分多くのサポーターがそれを見たら印象に残ったと思います。で、怪我人が今多いので、彼とあとボビー・クラークというもう一人の若手が基本的にずっとベンチにいて、どちらもボーマス戦では出ましたが、クロップ監督が、まあ、今怪我人が多いので本来まだトップチームで使うつもりじゃなかった2人をベンチに入れてるんだよという話をしてて、でも 彼らにとってすごいチャンスだし、すごいことだっていい意味で話してるんですけども、その話で、あ、じゃあまだまだトップチームで使う予定ではないですね、はい、で、昨シーズンのプレシーズンとちょっととカップ戦で活躍したモートンという中盤の選手がいるんですけども、うん、はい、彼は今シーズンローンで行ってる。でもどうやら、クラブ内では長期目線でモートンよりもバイチェティッチの方が評価されてるらしいですから、はい、ちょっと今シーズンじゃなくても今後に関しては注目する選手ですね、うん、前も話したようにリバプールの注目ポイントとしてファビーニョの代わりに誰がそのポジションをバックアッパーとしてできるのか、うん、はい、バイチェティッチはまだちょっと早いというふうに考えてるみたいですけど、長期目線では楽しみかもしれません。あとちょっと、話したボビー・クラークのことですけども、はい、ちょっと面白いデータがあったんですよ、はい、この前のボーマス戦で彼とあとジェームス・ミルナーがリバプールの選手として途中出場しましたけども、17年前の同じ週末の試合でニューカッスル・ユナイテッドがボルトン・ワンダラーズと対戦して、ジェームス・ミルナーはニューカッスルの選手として途中から出場で、チームメイトのリー・クラークも途中から出場だった。リー・クラークはボビー・クラークのお父さん、お父さんのリー・クラークの息子なんですね、はい、ボビー・クラークは。だからミルナーが昔プレーした仲間の息子が今のチームメイトですね。そうですね、はい、ね、かつてニューカッスルでプレーしましたし、あと稲本選手と一緒に、プラムでやってますね。はい、はいはい、そのリー・クラークです、はい、まあ、でもね、これだけ、まあ、怪我人が多いとはいえ、リバプールのような世界1、2を争うようなクラブでも、うん、こういった17歳のプレーヤーとかが出てくるわけですから、うんうん、これは素晴らしいなと思いますね。いや、昨シーズンケイド・ゴードンも出てたんで、うん、はい、ちょっと怪我があったのでプレシーズンはあまり出れていないんで、これから戻ってきますけども、私は結構彼楽しみにしてますし、あとも右サイドバックのこのブラドリーも昨シーズンいましたし、結構たくさんいます、うん、でカラバオカップでうまくトップチームのメンバープラス若手何人かを使うのがクロップの特徴の一つですから、はい、それでどこまでいけるか、まあ、カップ戦でもですね、見てみると楽しいですね。そうですね、そのあたりね、うん、カップ戦はかなり、うん、あ、どこでやるんでしたっけ、おー、ダゾーンが手に取りました ね、 はい、なのでね、リーグカップもいきなりカラバーカップは、いきなりね、ビッグカードは3回戦で、そうやけど11月までないんですよチャンピオンズリーグの試合が多すぎて普段だったらもうちょっと前にあるけれども、そうですよ、そうですよ、ね、私もなんかもう知ってたけど忘れたことで、チャンピオンズリーグは めっちゃ過密にっていうのは分かってるのが、そっか、カラバーカップ抽選はあったんだけど来月でもない再来月でもないんだよねって改めて気がついて、ああ11月、はい、11月、はい、ということでワールドカップ結構直前ぐらいに、はい、はい、ありますので、そちらもね、ちょっと注目していただければというふうに思います。はい、はい、というわけで、8といえばジェラートさんにはステッカーを差し上げます。これはフットボールタイム、フットボールフリークスのステッカーでございます。忘れてるんですよね、頭さんの頭でどっちの順番で出てくるのがいつも気になりますけど、やはりプライオリティをちょっと感じちゃいますよね。すいません。なお次回のテーマですけれども、プレミアリーグ8月のプレイヤーオブザマンスということで、うん、月間最優秀選手を皆さんに選んでいただきたいというふうに思っております。ぜひこの選手ということを書き込んでいただけたらというふうに思いますし、うん、その他私の見どころフリーテーマは随時募集中でございます。ぜひメールをいただけたら幸いでございます。
こちらのご覧のメールアドレスまでご応募お願いいたします。というわけで今日も突っ走ってまいりましたけど、はい、いつもより若干5分ぐらい早めで、よかったじゃあゆっくり次の現場行きますね今週のプレミアリーグフリークスはここまででございます。ベンさんありがとうございました。ありがとうございました、はい、また来週です。さようなら。月曜日に YouTube で配信のレビューでは9ゴールの大勝を挙げたリバプールを振り返り、さらに水曜日にダゾーンで配信された完全版では夏の移籍市場について大特集、合わせてご覧ください。